どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこれです。今回なんですけども、こちら、ノルズハローキティを使って、百式やっていこうと思います。でですね、このノルズハローキティ、まあ、芝だらとね、互換があるだろうとかいろいろ言われてますが、結局強いわけですね。そう、結局強いんですよ。ということで、今日使う編成、こんな感じです。ついに来ました。ノルザキティループですよ。ノルザキティループ。まあ、こちらね、今回、マッシュさんから編成の方を提供いただきました。ありがとうございます。もうこれね、ノルザキティを一生ループさせ続けることによって、なんて言えばいいんだろう。もう、まず、ロック解除に、かつ水のね、二列生成に、かつ消せないと覚醒無効をループし続けるとかいう化け物すぎる編成ですね。もうだから、一生負けない。もう一生ずらし続けてれば、消せない、覚醒無効、そしてロック解除に、かつ生成もあって、しかも、サンリオのね、このノルザキティって自動回復持ってるので、これによって、HP の回復の必要もなくひたすらループし続けるんですね。で、もちろん、芝だらとかって、ロック解除対策しなきゃダメとか、あとは、消せない覚醒無効が対策できなかったりとか。まあ、これはでもね、言うて芝だらスキルターン3段なんでほぼ関係ないですけど。まあ、何より回復消す必要があるんですね、芝だらって結局。そう。回復消せないと、まあ、当然先制で負けてしまうんですが、ノルザキティはもう一生ずらしてればいいんですよ。とんでもないんですね。まあ、その分ね、実際はコンボ数がね、ちょっと少ないとかあったりはするんですが、まあ、ノルザキティ間違いなく優秀なキャラになってますので、今日はノルザキティループを使って百式で遊んでいこうと思います。で、今回使う編成ですね、もう PDC で紹介してます。はい、編成こんな感じになります。で、こちらですね。左からノルザキティにラクシュミ、そしてノルザキティ2体にカイドウ2体、すべて遅延さん悪魔キラーです。潜在はね、もうすべて。で、こちら、オラージュですね。の遅延さん悪魔キラーに、アレキサンダー武器ですね。で、ちょっと今回ね、このオラージュがめちゃめちゃ強くて、このキャラね、6ターン自分と水の攻撃力が2倍、HP25% 回復をしてくれるんですけど、このオラージュを組み合わせると、さらに自動回復がね、追加されるわけですね。HP25% 回復っていう。で、しかもエンハンスもあるとかいうバケモンで、で、あとはまあトリガー、スキブに、チェーンさん悪魔キラーに、太郎武器継承で、最後、ノルザにグレオン武器継承って感じになっております。はい、まあ、今日はねこちらの編成を使って百式で遊んでいこうと思います。もうどうあがいてもこのノルザキティループ強いと思うんでね、まあ、実際に使っていこうと思います。やっていきましょう。さあ、ということで1階層からやっていこうと思います。いきましょう。まずは1階層ですね。とりあえずリダフで変身していきましょう。リダフで変身してあげて殴っていきます。はい、リダフで変身からのオラージュ発動していきます。で、これで、十字型に水生成、HP5% グラビティ、6ターン自分と水の攻撃力が2倍、HP25% 回復を6ターンスキル発動してあげて、からの太郎を打ってあげて、まあ、一旦こんな感じでずらして7コンボ組んでいきます。はい、あ、6コンボですね。まあ、でも別に倒せるので大丈夫です。これで倒していきましょう。で、このね、オラージュは、ちょっとね、この編成においてはとんでもない活躍をしてくれて、まあ、もちろんまずね、自動回復要因としても強いんですよ。そもそもこの編成って元からね、自動回復が25000あるんですけど、それに加えて HP25% 分の回復をしてくれるので、だいたい1500、間違えた。だいたい15000ぐらいの追加回復をしてくれるんで、だいたい HP がですね、40000ぐらい回復してくれます。まあ、この時点で強いんだけど、それに加えて水の攻撃力2倍、そして自身エンハンスを持ってるんで、これもめっちゃ優秀ですね。特にノルザキティの火力を上げるという点では、このね、オラージュの2倍エンハンスはね、めちゃめちゃでかいんで、そう、ノルザキティ全然すぐに乾燥する火力は出せないので、このノルザキティがめっちゃ活躍してくれてます。はい、はい、でここもしっかりと殴っていきましょう。でね、ノルザキティのね、地味ないいところなんだけどね、上側にミスループを作り続けるので、枝豆の生成がすごいね、使い勝手いいんですよね。なんか勝手に消えなかったりして、ちょうどいい塩梅になるのがね、めっちゃいいところ。こういうところもね、これでずらして倒せるんで、この枝豆生成がね、上側にあるのがめっちゃ地味だけど、めっちゃありがたいね、これ。はい、これで倒していきます。ずらすときに枝豆が入りやすいんですよ、かなり。で、芝だらの場合って下側じゃないですか。別に芝だらが悪いわけじゃないよ、これはね。一応比較として芝だらの場合って下側だからね、枝豆が入りづらかったりはするんだけど、5年生の場合上側でずらしなんで、結構枝豆入りがちなんですよね。だから基本的にこういう枝豆とかはある場合はずらして倒せるんで、これがね、結構強かったりする。まあ、これ地味だけど、ちょっとでかいよね。まあ、パズルが少し楽になるな、ぐらいの感じ。これ逆になんだけど、コンボが必要ない場合って、なんて言うんだろう。枝豆をあんまり含みなくなかったりするじゃないですか。だからこれはね、ほんと一概にね、強いか弱いかって言われると、ちょっと難しいところあるんだけど、個人的にはまあ、今回の場合だったらめっちゃ強いから、今回の場合だったらいいよねって感じではある。
はい、でオラージュ打ち忘れてますけど、これね、あの太郎が結局打ってるんで大丈夫ですね。太郎打ってるんで単純に溜まってるだけだから問題なし。はい、でここはやっぱ繋ぐっていきましょう。若干ハンスから打ってるんでね。あ、オラージュ打ち忘れてますね、また。まあまあでもいいでしょう。このまま突破していきましょう。15コンボです。これで倒していきます。で、続きまして、エンナですね。エンナに関してもですね、これ、この編成ってロック解除がデフォルトでついてますので、ノルザキティさんを打ってあげると、このまましっかりとロック解除からの、水生成からのオラージュの回復エンスを使って倒していきます。これめっちゃ偉くない？マジで。ノルザキティのね、ロック解除プラス消せない覚醒無効回復プラス水生成っていうのはね、ちょっとね、強すぎますね、マジで。マジで天才、これは。これが一番強いと思います、本当に。マジでいいところだよな。何よりいいところが、芝ダラと差別化できてるのがめっちゃいい。ね、あのさ、なんて言えばいいんだろう。結構、もう今の環境って芝ダラ一強じゃないですか、はっきり言ってね。別にシャバダラ持ってればいらないやんっていう環境だったんだけど、このノルザキティは明らかにシャバダラと差別化されるところが多いので、そう、シャバダラがね、ロック解除すらできないし、覚醒無効消せない回復なんてもちろんできないじゃないですか。だからその代わり、使い勝手がとにかく良くて、火力も出しやすい優秀なキャラって感じなんで、ノルザキティの場合は変身キャラで火力はちょっと減ってしまうんだけど、その分ね、消せない覚醒無効回復できるとか、ロック解除もできるとか。でもその代わり4枠必要だったりとかっていう感じで、もうほんと2つのキャラが明らかに差別化できるんで、上位互換とか下位互換とかそういう関係じゃないんですね。別キャラクターって感じなんで、それがねめちゃめちゃいいですね。まさに玄関君に欲しいキャラって感じはあるよね。でここもノルザキティ打ってあげて7コンボで倒していきます。はい、やっぱ芝なら一強環境はちょっと面白くないしね。てかありがたいけどね、別に芝なら一強だった環境ってさ、なんて言えばいいんだろう、ある意味めちゃくちゃ神運営だったんだけどね。あの芝ダラってメカキンキャラなんで誰でもゲットできるっていう状況だったんで、その代わりモンパが必要だからモンパ集め集会とか頑張ろうねっていう感じのキャラだったんで、なんならすごい今の環境ってありがたかったんですけど、ノルザキティが増えて、まあ、ちょっと課金環境にも変わりつつあるよね、集会の。まあでも本当に差別化できてるしね、芝ダラとノルザキティの役割が被るってことはほとんどないから、そういう点もめっちゃいいところとあるかなとは思う。で11回そうです。でね、結局若干エンハス食らってるんで、ここら辺は全力コンボ組んで殴っていきましょう。よいしょ。はい。で、これもしっかり超つなげし殴りしていきます。ワンパンしてえな。17コンボ。ナイス。ワンパンしていきます。さあ、続きまして、オラージュ打ってあげていきましょう。12階層。ここもキティからの全力コンボ組んでいきますが、もう若干エンハンス食らいすぎて火力どころじゃないですね、これちゃんと10コンボ組んで殴りたいけど、オッケー、これで超つなげしプラス全力組みますが、ここまで若干エンハンス食らってるとほぼほぼ火力が入らないのでそうですね、おー、倒した、倒していきます。ナイス。全然倒す分にはいいんですけど、びっくりした。ロックとかしてこい。してこないんだよな、こういう敵って、こういう時に限って。でここは普通に超つなげ仕組んで殴っていくだけです。ルーレットあるんで、ちょっといい感じにルーレット管理できれば強いけど、僕はめっちゃミスったんで無理でした。はい、変わった瞬間に打ちたいね。変わった瞬間に。おい、マジで若干エンス食らいすぎやって。おい。誰も攻撃できねえじゃねえか、これ。あ、オラージュだけ。オラージュ8コンボだと火力じゃないよ。まあ、ある意味いいか。別に1ターン耐久してあげて、倒してあげましょう。どっちみちさ、若干エンス食らいすぎると火力出ないからね。これで。うん。で、倒していきましょう。これは絶対倒せる。さあ続きまして14階層です。ラードラゴン、ここもね若干エンハンス食らってるんで、ちょっと全力で殴っておきましょう。基本若干食らってれば全力コンボするイメージでいいと思います。オッケー、ここもしっかり全力コンボ組んであげて、はい、パンパンしていきましょう。ナイス。
さあ続きまして15階層です。ここヘラダラの場合はね、キティと 7C 組んであげて8割くらい削ってトリガー貯めるんですけど、ヘラダラが来てない場合はトリガー貯める必要がありませんので、モノレザキティ打ってあげて全6コンボ組んでワンパン狙っていきます。はい、ここはしっかり 10C 組んであげてワンパン狙います。 OK、 できれば超クライミア上側の方が良かったんだけど、まあしゃあないですね。とりあえずノルザキティとオラージュとトリガー打って殴っていきましょう。オラージュ、ああノラージュじゃない、ノルザ、オラージュ、トリガー、キ、キ、何色、ナイス、いきます。はい、でここはしっかり10コンボ組んで全力コンボ組んでいきます。ここまでなんかいろいろ立ち回りとか言ってましたけど、ここからマジでパワーだけなんで、とにかく全力コンボで OK です。はい、とにかくパワーで殴っていきましょう。そうなんですよね、あのボスだけはこの編成結構パワーな編成なんで、立ち回りとかあんま関係ないです、パワーで。6うざいからまだ消さんでいいわ。12、はい、でここからあとはトリガー溜め直して倒す、突破するだけですね。そう、まあ、早速もうノルザキティ打っちゃいましょう。トリガーと2ターンなんで、つない回復しながらこれで自動回復しつつ耐久です。はい、でカラーのもう一回ノルザ打ってあげて耐久。はい、カラーのラスト帰ってくるトリガー打って突破していきましょうっていう感じで、スキルダメも超楽だし、めちゃめちゃ簡単に勝てる最強編成が誕生してますという感じがね、ノルザキティループを使って100式を攻略する動画でした。いかがでしょうか。マジでさ、ノルザキティ使い勝手良くない、まあ、その代わりね、火力が21億止まりっていう明らかな弱点はあるんでね、もちろんあの一概に最強っていうのは言いづらいんですが、それでもめっちゃ優秀なキャラであることは間違いないと思うんだよね。まあ、ノルザキティね、ぜひかっこ、うますぎだろ、うますぎだろ。確保する確保がある人はね、確保する自信が確保できる人はね、よかったら使ってみてください。9分台よ、9分台。早すぎるよね。ぜひよかったらね、使ってみてください。ということで今日はノルザキティループを使って100式をやる動画でした。チャンネル登録やぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。